私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を PR して歩く安野さん琵琶湖一周200キロの旅。今日はどんな出会いがあるのかな。琵琶湖一周200キロ37日目。あ、もしかして職場体験やつ。あ、ほんま、うん、今日から今日から今日からモーニングですかとか言うてみモーニングですか。あ、あのお嬢ちゃんの方一遍練習しようか。いらっしゃいませ。どう、リピートアフター安野さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、いいだな、爽やかやね。頑張りな。うん、なんか、それ持ってきてくれた。いや、自分で食べます。あ、そうなんや。なんやそれこんな感じのリアクションでいいか。ありがとうございます。持ってきてくれたやろ。ありがとうね。そう、ありがとうございます。来てくれた。おはよう。頑張ってきたよな。うん、自転車で飛ばしてきた。ほんまほんま、お母さん来てくれた。お母さん必死で来た。来てくれてありがとうで、朝からなんかあの前の喫茶店さんもそうやけど、今職業訓練で来てたの。そうですね、はい、今日からです。江頭の平和堂さん、皆さんにはどんな名前で親しまれてるでしょうか。愛称出た、エガヘイ。いや、あれはね、みんなエガヘイ、エガヘイって呼んで親しんだろうね。どんなの教えるの。やっぱりね、挨拶ですね。挨拶、はい、どんな。大きい声で、いらっしゃいませ、あ、ありがとうございましたっていう。 ありがとう、2つですね。うほな、一緒にわしもさせてもらおうか。ありがとうございました。ありがとうございました。あきに行ってきます。頑張って。会いに来てくれてありがとう、ありがとね、暑かったやろ、待たせたね。アンゲで会った人から、あれ、ここ歩いてんの、昨日大津歩いてらったのに、言うて高島あたりで言われるんよ。そうやねん、生放送ちゃうから放送日はちょっと後になってらるんよ。琵琶湖一周。こんにちは、1年ぶり。1年ぶりで毎年。あ、来てくれてありがとう。これ、お土産。なに、このニンニク。うん、わしの頭、ニンニク似てるから。違うな、ごめん、ちゃんと聞こう。どういうこと。これでもう、朝一番飲んだら、もう一日元気に、もう大津まで歩けるわ。そうなん、うん、今日一日で大津まで行けるかも。ほんまに、ほんまに。
薬剤師さんの言うことが多分ほんまかもしれん。ほな、後でこれ飲ましてもらうわ。あとこれね、またね、日焼けするからね、また美肌、これ飲んで、またありがとう、美肌、大事にするわ。はい、これうわー、なんか心尽くしでありがとう、またね、1年後にまたお声かけて、いつもお土産渡すから。あ、ほんまに、あの生えてくるやつとかでも構えへんの？考えてくわ。あんま生えすぎても忘れなくなるからね。琵琶湖一周200キロアンヤ今日取れたやつ、はい、あ、ほんま神聖な感じやな。ジュースどこ置いてやろ、わからへん。今ダンボールの上に置いてあったで。違う、ファンさっき買うてきて。うん、あ、そうなん、もう気にせんといて、ありがとう。なんか一人で食べたからと思って、タクル探してあげたら、はい、どこやろ。お母さん帰ってきたとこやったらどう、どうやって帰ってきて車覗いて、これはこれは、あ、これやがな。お母さん、さすが、白と白やから分からへんかった。4人分ね。あ、どうもありがとうね、おきに。今日のアンギャはここまで、続きは明日お送りするね、お楽しみに。
とよ。滋賀っぽいもの、あ、近江牛。あら、いいわね。ぽにゃにゃにゃーん、赤こんにゃく。火の名も入れて。いいわね。あら、下田ナスも入れてちょうだい。おや、ナス子様、それでしたらかんぴょうも入れましょう。そろそろ心配になって呼びに来る頃かな。でも呼びに来たって出て行かないプリン。山芋も入れるんだもん。滋賀の味がいっぱいね。楽しみだわ。わーい。うう、あれ、おかしいプリン。誰も見に来ないプリン。もしかして忘れられてる。いや、そんな、まさか。ちょっと見てみるプリン。するんでしょう、どうせまた飲みすぎてえずくんでしょう。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ、血だらけ体操。脳の生活習慣病、体がパンクする前に運動で予防しよう。毎年検診に行こう。大丈夫？自覚症状がなくても病気が進行している場合があるのよ。検診で早期発見しましょう。元気やからこそ大事やね。今日のエンディングはこちら。賢そうな喋り方教室、はっうっはっ。賢そうな喋り方教室、はっうっはっ。あなたインテリンチック先生、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。